はいどうも皆さんこんにちは、キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ今回もねモンスターハンターワールドやっていきましょう。今ねやってるのは彼女がねなんか突っ張りまくってますけど、これねジェスチャーです。こちらねジェスチャーっていうね欄がここにありますね。これこちらのジェスチャーのこの突っ張り、これをやるととりあえずねこう四股を踏んで相撲を始めるわけです。何なんだこれはって感じだけどね。さあまあそれはいいとして、さあやっていきましょう。今回やっていくのはですね、このねゾラマグダラオス捕獲作戦というのがね出たので、今回はねこちらをやってきます。あちなみにちょっとね若干装備は変わりました、アンジャナクをねボコボコにしまくって、防具を完成させました。まあね全身じゃないけど、まあ別にね欲しいスキルだけ、ゲットした感じです。さあこちらですね、ゾラマグダラオス捕獲作戦、さあこれやっていきましょう。まあ果たして捕獲できるのかって感じですが、クスト受注オッケー。いやねせっかくなんでねちょっとねご飯も食べていきましょう。まあおすすめでいっか、おすすめが一番体力、上がるっぽいんでおすすめできます。なんかね料理もねパワーアップして、さっきまでというか前まではね2匹だったんだけど、なんか4匹になりました。相変わらずこれだね、あれ料理長仕事しないね相変わらず料理長仕事しねえし、相変わらず飯がうまそう。さあ行きましょう、レッツゴー。急げ時間がないぞ。気をつけろ、いきなりムービーだ。気合入れろよ。守備は特艦ですか。行けるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな。かっこいいですね、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。やばいね、なんかやばい雰囲気が出てます。フラグばっか立ってる気がするわ。めっちゃワクワクしてる顔してんなこいつ。なんだ、ですか。おっと、来たー。作戦開始。ドラマグダロス、そっから出てくるのか。さあ来ましたね、早速出番ですね。マグダラスを攻撃、どうすりゃいい。体力を減らせ。大砲とパリサ、オッケー。ここだね、よっしゃ。はいほう、あそこか。早く早く急いで。いいなあそこ。ここ撃ったって当たんなくね。当たんねえよな。ここらへん、あってかそっか、これあれか、中に入れとく感じか。発射タイミングお前に任せるぞって言ってるけど、え、何俺に任せる。そんなこと言われたって分かんないよね。ドラマグダロス、もうなんかもうまんまラオシャンロみたいな感じだね。でどうすりゃいいんだ、普通にこれどうですか。丸、あ撃つの、おお、いけ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 、当たってる、当たってる、しかも威力が高い、150出る。
ッケー、任せろ。うらぁ、なるほどね、こうやってやって。あ、バルの喪失する危険、バリサル撃ち落とせ。こいつのことか。こいつはどうやって バリサル落とせ。バリスタ持ってないな。まずバリスタをあれか回収しないとダメか。よいしょ。お、一発で。素晴らしいね。あ、バリスタってやっぱちょっと弱えな。お前か。お前を倒せんだな。ほら。オッケー。よし。なんかみんな俺の指示待ち。みんな自分でやってくんないかな、タイミング見て。よしよしよ、撃て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 。俺はバリスタだから。大砲はあれもそうかな、あそこも入れてる。うわちっけっていうかでっけ、やべえな。こうこれ入ってねえじゃん。だこれ入ってねえじゃん。誰もやってない系か。やっぱなんかこうね、でかい画面とね、この高画質で見る巨大モンスターっていうのはすごいね、迫力が。迫力がすげえ、こいつ。ちょっと待って。全然間に合わないんですけど。よしよいしょ、急いで。みんな撃ってるちゃんと。とか、みんな攻撃してんのか。うわ、いけ。さあ、これやってる間におそらくみんな入れてくれてるはず。てか、こいつが邪魔だ。あー間違えた。頭部や胸部を狙ってください。頭部や胸部が、おそらく弱点。あーうざい、うざい。よし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 、オッケー、気持ちいいね。さて、溜まってるねこれ。さあ撃つぜ。3発しか入ってねえし、これもひたすらあれだね、撃ってた方が楽だな。さあ、うちのね、猫ちゃんエフィーと一緒に玉を込めて。かわいいね、ちゃんと玉も運んで。かわいいかわいい。ドラマグさんはいつまで拘束されてるんだこれ。うら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 。他のとこにも行った方がいいかな。あ、なくなった。ほら、全然当たってねえ。ってかやばくない結構。とか言ったってさ、もう大砲が。あっちゃー。次の作戦に移行する。ハンターたちに次ぐ。次の作戦、翼竜を使い至急マグダラオスの背に移動しろ。みんな行くぞ。待ってました。各所の翼竜の止まり木に急げ。了解、乗り込むっすよ。俺も行きたい、俺も行きたい。相棒頑張ってください。おい、お前、お前、あれどうやって。行くぞ。あ、これお、よっしゃ。マグダラオスの背に到着。指示を。到着。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き、体力を減らすぞ。相棒、排熱機関、マグマに気をつけてください。排熱機関を。オッケー、任せろ。攻撃してください。いいな、俺もまだ見つけてない。あ、これか。じゃあ任せろ、行くぜ。うら、近くにいるとダメージを食らう系だなこれ。なるほどね。あー、つーい。あ、ちゃ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 、やばい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 。よし、一定の時間が経つと爆発するとか、そういう感じのタイプか。どうなんだろう。やっぱでもね、切りつける方が一番、一番なんかやっぱり戦ってる感があって好きだね俺は。よっしゃ、破壊完了。次を探せ。釣られたってのはマップ書いてある。あー書いてあるね、ちゃんと。てか暑いね。
まあちょっと遠くか。あ、なんか赤い鉱石がある。さあ掘りましょう、こういうのは大事だから。ドラグライトだ、やった。マカライトもあるし、ハイネス機関うんぬん言ってるけど申し訳ないが、僕はちょっとこっちの方が大事なんで。いいね、ドラグライト鉱石はね、いいね。よし、じゃあ排熱機関、破壊しに行きましょう。多分こっちだな。やばい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 ことなってるー。早く壊さなきゃ、遊んでる場合じゃなかったわ。壊れた？オッケー。ドラマグダラスの破片ゲットした。いいね。で落ちるか。排熱期間はもうないの。あ、どうした？え？ヨグリルに捕まって移動します？あ、勝手に。あ、お前は。ハンターたちは至急外郭上に向かえ。メルギガンテじゃないか。来た。このタイミングでお前。オッケー、いいよ。で正直ね、ゾラマグダロスでね、だいぶ退屈してたんだよね。オッケーオッケー。やっぱね、こういうのはねなきゃね。あったあったあった、携帯食料を食ってちょっとスタミナをね回復させます。さあ行くぜ。よいしょ。あ、痛い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 。回復して、よし。危ないよ。外郭上集合しろ。そこまだ俺しかいないのか。お、火星するっすよって。マジで。ちょっとなんかカメラが、なんだなんだ。うわー、いいね、かっこいいかっこいい。時間がない、再配置だ。よーい。うわー、すげえ。あー、大丈夫か。あ、お、すげえ。先生。わあ。かっこいいこれ。いいね。ゾラマグダロスさんちょっと怒ってる。そりゃ怒るよな、こんな背中で。バタ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 やられちゃうね。どっか行っちゃったよ。ああ、危ない。あっちゃーって感じ。あら、仲間がやられてます。やれやれ、どうしかな。行ってしまいました。
さあクリアしましたね。とりあえずなんかいろいろと報酬もらってるね。はい、もらってこう。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしましょう。いやー、なかなかね、ゾラマグダラオスとおよびネルギガンテね、熱い戦いでしたけれども、いや、いかがでしたでしょうか。僕はね、かなりね、楽しかったです。ゾラマグダロスはね、正直大砲戦というかちょっとね、 めんどくせえなとかって思っちゃったけど、まあ背中にね飛び移ってね壊してって、で最後はねネルギガンテとのバトルということで、なかなかねワクワクする展開でございます。次はね大峡谷行けるということなんで、そちらの方をね行きたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。